それも全部配信されてる。はい、皆さんこんばんは。無観客にならなくてよかったなと思いますが、
本日配信をしておるんですよね。これリアルタイムなのかな。ちょっとだけは時差はあるかもしれないですね。なんか15年で、すごいすごい。あ、ちょっと遅れてんのこれ。少しだけ取って出しになってるの。今あの席に着いたぐらいです。なるほどこれはね、チャット、あれまだ待機してますなっていうの。チャットもあるので、なんか書いていただけると嬉しいなと思います。1曲目、クラリネットといえば、クラリネットポルカですよね。これ前回あったんですね。はい、うん、これをまさかアレンジしまして、はい、ちょっとどんな、面白いアレンジになってますけど。そうなんですよね。あの一昨年クラリネットアンサンブルの CD 出しまして、あのそのメインとしてこう書いたんですよね。でクラリネットポルカって調べてみるとポーランド民謡っていっぱい出てくるんですけど、その中にね、おじいさん、原曲おじいさんのポルカっていうのが出てくるんですけど、調べたんですけど、そのおじいさんのポルカが見つからなかったんですよ。じゃあ自分で作ってしまおうということで、クラリネットポルカって普通早くやるんですけど、昔ダンスが好きだったおじいさんが年取ってもう一回ダンスを踊ってみたらどんな風になるだろうというストーリーになってます。だからマスクラでゆったり始まって、アドリブのところちょっと調子に乗ってソロダンスを踊ってみると疲れて寝てしまって、その後はもう若者に任せて自分は後ろのんびり踊っているというストーリーになっておりますので、はい、以上です。はい、ありがとうございます次の曲なんですけれども、まあ、これもクラリネット、ジャズクラリネットといえばといいますか、ね、ビッグバンドで、ムーンライトセレナーデっていうグレン・ミラーの曲ありますけど、まあ、これはあの一番上をクラリネットが吹いてるんですけど、その曲をボサノバでやってみたいと思います。
これ4人が待機してますが、ずっと待機なんだけど、プレイボタン押してくれてないのかな。待機っていうのは、待機っていうのは YouTube ですか。うん、今、あ、今視聴中になってる、はい、僕のが更新されてなかっただけだった。うん、20、あ、なんかいろいろ、そうそう、21人見てくれてます。ジャックタイガーさん、はい、ジャックタイガーさんが、お知り合いですか。あ、いやいや、あの、日本の方です。あのファンの方、ありがとうございます。素敵なアレンジですねって。ありがとうございます。アレンジャーメモリーに作る。はいはい、ぜひコメントをいただければ、こちらで見ながらライブしてますので。反応が悪い、ね、なんか不思議ですね。会場のお客様とはちょっとあまり会話できない状況なのに、ネット上だとこう文字を返して会話ができる。中二病的な。そうですね。でもあれですよ、あの、今楽屋でね、またちょっと、はい、あのミュージカルとか始まったんですけど、はいはいはい、楽屋で弁当食べるなとか、いろいろ。え、どこで食べるんですか。ホテル、ホテルで持って帰れとか、あの、食べるんだったらしゃべらずに、あの、壁の方を向いて、鏡の方を向いて黙々と食べろって。、まあ、仕方ないけど寂しいものですね。なんだかね。だから LINE のグループかなんかで話するしかないよね、楽屋でみんなで。あ、なるほど。ここ対面はしてるのに、そうそう、ずっとメールで。いいですね。じゃあ LINE で客席と話するのはいいんですよね。あ、あの、じゃあお客様も YouTube でコメントいただければ会話できるということ。これが新しい生活様式。ものすごい人ですよ。なんだっけ、新しい生活様式。これ新しいライブ様式、これ ただちょっと遅れてる。あ、僕の方がかな、わかんない。今はですね、パチパチパチ遅れてますね、遅れてますね、いうのを清水さんが、そう、はい、眼鏡かけると遠く見えないんだよね。そう、僕のはね、 Wi-Fi 拾ってないからかな。あの、ちょっとメンバーの名前とか言っといた方がいいですかね。はいはい、やめましょう。自己紹介でもいいですか。そうですね、はい、じゃあ、え、僕から。金山徹と申します。イエイ、よろしくお願いします。イエイ、あ、以上だ、はい、藤原正明と申します。イエイ、うん、イエイ、相原雅美と申します。よろしくお願いします。あ、船木義行です、よろしくお願いします。あっちが YouTube、 よろしくお願いします。あ、こ、今こっち、あ、こっちか、どっち、いろいろある。このメダカやカルテットって言うんですけど、はい、言って、まあ、今回ちょっと思いつきでやり始めたんですが、メダカ屋っていうフュージョンバンドがありまして、うん、このメダカ屋っていうのもね、最初4人でバンドを始めて、の、まあ、バンド名決めるのに、はい、適当なのがなかったんで、うん、あの、メンバーの頭文字取ってっていうのはよくあるじゃない。あ、頭文字取るとつまんなかったんで、 2番目か3番目を取ってっていうので、このメンバーになった名前になったんですけど、もうすでにそのメダカ屋の目と、矢はいなくなっています。あ、最近ちょっと人数増やしてメダカ屋ってやってますけど、はい、あの、ベースの中田くんと僕しかいないから。うん、あ、そうなんですね。で、だからここはメダカ屋の、僕は矢なのかな、矢、あ、かな、やなんです。まあ、かも入ってるけど、かじゃないんだ。メダカ屋の一人しか入ってない。ああ、そういう。で、そこ、こっちの3人がその新生メダカ屋の、はい、東京版、はい、あの、バージョンの3人で、去年ちょうど8月の12日にやってるの。へえ、そうか。1年ちょっとなんですけど、今年もやろうかなと思ったんですけど、うん、なんか、ね、そのベースの人が大阪の人で、ちょっと、ね、移動してくるのを会社に止められたっていう、どこかは言いませんが、ね、止められたというか、なんかいい返事ではなかった、できれば自粛を要請されたっていうのがおかしな日本語としてね、今移動できないからね、で来れなくなったんで、まあ、せっかくだからやろうかなっていうので、うん、始めやっております、はいはい、で、なんで赤いの着てるかって言っちゃうもん、え、うん、はい、ね、僕とマサが今年60なんで、はい、もうなりました。
還暦僕はまだですか今月が記念ライブですね。それで、うん、誰もやってくれないから自分らでやっちゃうから、ね、そうですね気が利かずにちょっと付き合ってもらって、はい、ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ半分ぐらいだね多分ね。あ、私ですか、ね、そうですね、半分ぐらいです。今日髪の毛真っ赤くしてくるかと思ったの。あ、いやいや、今日はねウィーク的な、ね、ウィーク的な、はいはい、船木くんはん45ぐらい6ですね今年、はい、ちょうど真ん中ぐらいだから、あ、そう、ね、へー、あ、そう、あ、本当ですね、うん、なるほど、はい、まあそのこと年齢の一応情報として、はい、新しいライブ様式に反応がありました。ありがとうございます。そうですね、ジャックさんありがとうございます。うちの息子がん、あ、息子さんいらっしゃるんですか今。あ、なるほど、うちはどうせ見てないだろうからなって言って見てたらなんかあと怒られそうですね、うん、さあ、その次、はい、ジャズをやりましょう。ジャズっていうかバリバリのジャズはあんまりなくて、うんうん、まあ、ポップス系というかラテン系が多いんですけど、うん、アルマンドス・ルンバ、チックコリアの、これちょっとどういう曲か船木君がこれあのチックコリアの、6年だか、ね、ある、なんかスパニッシュ、マイ、うん、スパニッシュハートっていうアルバムの中に入ってるナンバーで、実は、これクライアントカルテットに、アレンジ、松本圭介君ってジャズサックス奏者の、方がアレンジしてくださった譜面なんですけれども、編曲者が今日会場にいらしてます、松本君です、ありがとうございます。はい、ですの で、アルマンドスのアルマンドっていうのが、あの僕あの調べたんですけど、なんかあのアルマンドっていうのがそのチックコリアの出生名、っていうふうに書いてあるの と、父アルマンド、あのお父さんがなんかジャズとラテンのトランペット奏者だったみたいなんですけど、チックコリアのお父さんが、父アルマンドに捧げたって書いてあって、どっちが本当なんだろうと思って、まあ、チックコリアに聞くか多分分かるのかなっていう気がするんですけど、そんな感じの、曲名はそんな感じのアルマンド・スルンバです。はい、はい、thank you.
はい、ありがとうございます。これ楽譜は売ってるんですよね。売ってるんですよね。売ってます。売ってます。はい。ぜひぜひ。かっこいいですね、はい、これ。かっこいい。うん、ちょっと息切れるけど。まあ息使ってますからね。2部にも1曲あの松本くんのアレンジやりますんで。お楽しみに。はい。次の曲なんですけれども、私のオリジナルが3曲あるのかな今日、海牛の歌っていう曲をやりますが、あの、まあ、大した意味はなくて、僕題名に意味つけるのあんまり好きじゃなくて、なんかふわっとした感じのがいいかなと思って、でこれは、まあ、5分ジャックの曲で、あと 2,3 曲作ってちょっと組曲にしようかなと思った時に、海の小さな生き物のシリーズをの題名にしようと思って、なんか海牛にしたんですけど、海牛ってシースラッグって言うんですけど、そこにソングをつけたらシースラッグソングでシングシングシングみたいなになって面白いかなと思って書きました。反応がでもこれね、まあ後でよ。ちょっとなんか喋ってて僕楽器変えるんで。シースラックソングシングシングシ、あ、私だけですか？みんな誰か。はいはいはい。シースラックソングっていうか、海牛って見たことあります？ない。ないですよね。海牛って何なんですか？あのダイビングすれば見えるんですけど、海牛、海牛すごい綺麗よ。へえ、ちっちゃいんですか。ちっちゃいちっちゃい、皆さん見たことあります？ああ、る、ない人もそうですよね。あ、青とか紫とかね、へ、黄色とかいろいろあって、うん、あ、いろいろいろんな色がある。すごいいっぱい種類ある。クリオネみたいなやつ、それとは違う。いやいや、うん、海牛の図鑑っていうのがあって海牛図鑑っていうのがあって、俺は子供が小さい時に寝る時に見せてたんですけど、ずっと海牛の名前読まされるの。なんとか海牛、なんとか海牛って、もう海牛のなんていうの、なんちゃら崩壊みたいな、ゲシュタルト崩壊、ゲシュタルト崩壊にもう海牛海牛海牛、海牛すごいですね。海牛好きなんですね。海牛好きなわけではない、大丈夫です。今配信見ながら検索してんじゃないですか、みんな。あ、ね、うん、あ、初めて聞く曲ですが、バスクラかっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけでもめちゃくちゃテンション上がって、多分もう演奏にだいぶ効果が出てくるので、ぜひよかったらコメント、皆さんもぜひくださいね。お願いします。すいません。あれ、なんか変なとこ行っちゃった。はい、消えちゃった。これでも海牛の歌リハーサルでもう 3,4 回吹いてますけど、なんかすごいだんだん染みてきますよね、うん、おーって、うん、海牛だけにわかんないけどそうそうそう、ちょっと待ってね、はい、じゃあやりましょうか。はい、では海牛の歌
ありがとうございます。なんか卒業っていうタイトルに聞こえてきた。これあれに似てるね、出だしが、うん、ダララ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 、あやばいな。まあちょっと違うから大丈夫、うん、インスパイアですよね。インスパイア、そう、インスパイア、うん、ちょっとね URL 探すから何かしといてください。はいはいはい。本喋るとろくなことがないんでね。うん。そう。いや配信されてるでしょ。取り返しつかないことがいっぱいあるこるんじゃないかなと思ってね。いや残さないからね。あ、残さないから、ね。アーカイブないんですよねこれ。そう。あ、そうかそう。演奏を褒められてねコメントで叱られちゃったらどうしようもないもんね。MC がちょっとみたいな。MC がちょっと。あいつは黙らせろとかね。今動いてる？あ、大丈夫そうね、はい、配信されてます、大丈夫です、はい、あ、大丈夫ですか、なんか失礼しました、はい、なんか不吉な音が。前半残り2曲ですね、うん、次の曲は、ストラスバーグセントデニス、これ英語で読むとストラスバーグセントデニスなんですけど、フランス語だとストラスブールサンドニかな。ですね、ストラスブールっていうのは地名でよく有名なフランスの地名ですけど、セントデニスってサンドニっていうのはパリのメトロの駅の名前ですね。でこのちょっと調べたんですよさっき、あのこの駅名だけじゃないだろうなと思ったら、ここの駅の近くにパリで有名なジャズの箱があるらしくて、うん、なんかそれで向こうのジャズミュージシャンではすごくなんか馴染み深い駅みたいですね。そこ エコダー駅みたいなもん。そうですね。違うだミュージシャン的にはエコダー駅、ね、とかな、あ、吉祥寺とかもそうじゃないですか、その、まあ、バンドマンからしてみたらね。あ、六本木ジャズマンだからですか。最近そうでもないけどでそのなんていうんですかね、昔のジャズを学んだ、若者のミュージシャンがだんだんこうポップスだったりロックだったりを取り入れながら、フュージョンよりももうちょっとヒップホップみたいな音楽だったりを作っていっている時代にこの曲が生まれておりまして、有名なトランペット奏者のロイ・ハグローブが、アルバムに入れてすごくヒットした曲でございます。で、今回私譜面は書いたんですけれども、アレンジはもともとそのビッグバンドでやられている、アレンジをクラリネット4本で無理やり書いたので、もう皆さんすごく、ね、いろいろと問題は起こってしまいましたが、ぜひ、あとそうか、これが一部の、ラスト2曲目のなので、楽しんでいただけたらなと思います。よろしいでしょうか。はい、ではストラスバーグセントデニス。
それでは一部最後の曲になってしまいましたね。めちゃめちゃ早いですよこんなに吹くのかなと思ってたんだけど、やってみると早いね、うん、あ、だってもう40分以上過ぎてる。すごいですね。喋りが長かったかなあ、ちょっとコメント来てますね。喋りは大丈夫。多分これは地味に吹くのが大変そう、前の曲で来てたので、うん、海牛の歌が多分ね、地味に吹くのが大変そう、はい、うん、でジャックさんがその後かっこいいって言ってくださってますね、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。もっと褒めてください。そうね、もう会場の皆さんも YouTube 見てくださってるかもしれない、はい、さあそれではさ、はい、一部最後の曲で、あの日本語タイトルはコーヒールンバって言うんですけど、まあモリエンドカフェって言って、あのウーゴ・ブランコっていう人が、うん、アルパの人なんです。アルパってハープのちっちゃい、人が作った曲で、モリエンドカフェを、聴いてください。
休憩です。しばらく休憩をいただきます。ありがとうございます。
スコット・ジャポリンですね。イージーウィナーを何のひねりもなくやってみました。ひねりあったんだけど失敗しちゃったじゃないですか。なんかね、やっぱり悪い虫が頭をもたげるんだよね。メガネかけてちゃんと譜面通り吹こうかなと思ってんだけどね。はい、素晴らしい、あ、本当に映ってんですね。あ、今 YouTube 見始めたんですね。すいません、はい、どこに気持ち持ってってるんだって。すいませんね、ちょっとステージに上がってる方もこの配信しながらライブするっていうのがもの珍しいもので、ちょっと見ちゃいますよね。そうなんですよね。コメントとかね、はい、いや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 、でもこれからやっぱりこれ慣れていかなきゃダメなんだろうね。どうなんでしょうね。本当だったら ね、こう満席にしてお客さんと一緒に、ね、もっともっと集客して ね生ライブで楽しんでいければいいなとは思いますけど、まあ今はこういう形が最善ということなので、ね、はい、ね、でもあの遠い地方の方とかもね、そうそう、これで見れてるわけだから、海外とか ね世界中で見れるよね。そうですよね、うん、そうどの辺の世界中から見てるか分かんないですけど、あんまり時差がないところかな。時差がないところ、うん、そうです。沖縄とか沖縄とか、ね、そうですね、いや、はいはい、はい、次の曲ね、はい、これは何かある？あ、次の曲もあの前半のアルマンド・スルンバーで、うん、あのアレンジ、していただいた、松本圭介の、面です。手振ってくださってます。エロル・ガーナーのミスティですね、うん、はい、ミスティをボッサですね。ボッサの場だね、うん、
ぱクラリネットってボサノバなんか今回のセットリスト見ててもすごい合いますね。まあ、ねラテン系は合うと思うんだよね。あ、まあもちろんジャズも合うんだけど、うんうん、ラテンのそうですねクラ吹きも多いですもんね。なんか多くは、ね、多くないよ。あの好きな人です。そうですね、なんか何人かやっぱりいますね。そうそうそう、ミスティをボッサでやりましょう、はい。テレビ番組の最後みたいな感じで昭和のね。ああ、ありはありそうですね。僕のやつずっと休憩中なんだけど、なんでだろう。あれ？あ、スターなんかこうキューって再生するところを持っていくと、なんか吹いてるよ。はい。吹いてる。うん、あ、私も喋ってますね。あ、でもなんか結構と、あ、隣の時間差が、うん、違いますね、割と。そうですね。私 4G で繋いでるのが一番早い。あ、今バスクラアップになってる。はい。もしかしたらこのライブ、うん、これで YouTube で見てくださってる方も、はい、人によってはまだ演奏中とかもしれないです。あ、そうですね。まあ、でもあの喋ってるのもその後に続いてるので、うんね、会場のお客様より良い席のような気がします。贅沢な時間です。それ会場の人ショックね。いや、会場に来ないと分かんないですよ ね、この、まあ、そんなことないですからね。あの見た目っていうか、そうそう、その映像的に、うん、あれですよね、あの野球中継もそうじゃないですか。あ、そうそうそう、あの野球のね観客席ってもう選手こんなんですけど、豆粒みたいな、ね、テレビで見たら ねキャッチャーちゃんと見れたり、会場には行きませんでしたが配信で生演奏を聞く機会ができてよかったです。ありがとうございます。ぜひね配信で見てくださってる方は概要欄にあるのかな、あの投げ銭のシステムになっておりますので、配信視聴チケットを買っていただけると、その投げ銭というのが会場と私たちの演奏家の今後の活動資金になっていきますので、ぜひぜひ、お買い求めいただければ嬉しいでございます。9月19日まで可能って書いてあります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここではいオタク情報。オタク？なんだ？主要楽器仕掛けの発表ね、クラリネットの方も多分いっぱいいらっしゃる。じゃあそちらから。はい、
僕はこれバスクラリネットですけれども、楽器はセルマーのプレビレッジを使ってます。あと何でしたっけ、マウスピース、マウスピースはバンドレンの、BD5 ブラックダイヤモンドを使ってます。リードも、リードは、同じくバンドレンの V21 の、3ですねを使っています。はい、リガチャーは、リガチャーはなんだっけこれ、J なんとか、JLV ですね、プラチナメッキです。はい、一番高いやつは、はい、一番高いやつ、へえ。あ、じゃあ私、はい、もうね見たら分かる人は分かるんでしょうけれども、楽器本体はクランポンの RC という楽器でございます。もう10年近く使ってるのでそろそろ買い替えたいかなと思いながら、マウスピースは、今回ちょっとボッサーが多いので、なんていうか、あのクリスタルの方が合いそうだなと思っても吹いてみたら、意外とこれが音程もいいし、うん、全然使えるポマリコがあったので、ポマリコのダイヤモンドメロを使っております。リガチャーはもうバンドレンのオプティマムに、リードが、グランドコンサートのシックブランク、どっちだっけ、3かな、多分3だと思います、というようなセッティングでございます。ありがとうございます。いつもちょこちょこ変えるんで ね楽器はあのセルマのシグネチャーですね、うん、でマウスピースがバンドレンの、今日はブラックダイヤモンド使ってます。練習の時にね一回 B40 持ってったんだけど、はいはい、ちょっと派手に目立ちすぎるんでおとなしめのブラックダイヤモンドにしました。でリードは多分、レゼルブクラシックの、ダダリオのレゼルブクラシックの3番です、はいはい、うん、でリガチャーはこれシルバースタインですね。なんだっけ名前ついてたんですけど忘れちゃいました。そんなもんですよね、なんかね、はい、ありがとうございます。僕はですね2つあるね、2つね、今使ってたのが、ビーフェクランポンのトラディションっていう、うん、去年買ったやつなんですけどに、バックのモバのバレルにウィーフィーっていう台湾の Wi-Fi、まあ、Wi-Fi っていう、うん、これ、で BG の、ゴールドプレートのリガチャに、レゼルブクラシックの3班です。ほう、でこっちをちょっとクラシックっぽいというかおとなしいやつに使っていまして、ちょっとビャーっていくやつはあんまりいってないんだけどあのセルマーの3類とにブラックダイヤモンド BD5 に、レジェールをつけてまして、リガチャーがなんとセイベイという、うん、あの浜松の職人さん、はあ、バイクパーツの職人さんが作ったっていうやつを今モニターで、借りているので使っております。以上です。ありがとうございました。オタク情報、はい、終わりでございます。あ、ちょっと喜んでくださってる方もいるかな。ありがとうございます。さあ、次の曲、はい、また若者担当の相原が持ってきた曲でございます。曲自体はね全然新しくはないですよね。結構、フュージョンのもう初期ではないけれどもそう、音量落としてかないといけない。ウェザーリポートですよね。ウェザーリポート。ウェザーリポート、というバンド、フュージョンバンドでございます。有名な曲、バードランドをクラリネットカルテットに、はい、アレンジいたしました。ぜひ、お聴きください。Thank you.
ありがとうございました。個人的にはチャーチャッチャをもう一回やりたい感じがするんだけどそうですね、チャーチャッチャ。次はオリジナルコーナー、コーナーでもないですけど私のオリジナルでですね、ウィークエンドボサという曲がございまして、これはもともとはまあ、まあバンドでやるようなんですけど、はい、うん、あのクライネット、もともとクライネットです、あのソロをやってたので、うんうん、カルテットにしようかなと。で、まあ、この題名もですね、最初にやった時にピアノとパーカッションとクラーかなんかで小さい店でライブをやった時に持ってったら、うんうん、題名がないわけじゃないですかそれが確かね金曜か土曜だったんですよ。あーはーはー。でウィークエンドボサってつけてたんですけど、その後はだいたい週の頭とか、ね、なかなか週末にやる機会がなくてですね、久々の、ね、週末今回ぴったりですよ、リアルウィークエンドボサですそうですね、はい、では、はい、聞いてください。はい、thank you.
はい、ウィークエンドな感じですかね。金山さんのオリジナル曲は何かこう音源になってたりしないんですか？ですね、どうなんだろう吹奏楽の曲は CD になったりしてるんですけど、はいはいはい、アンサンブルはなってないかな。あ、本当ですか。人気がないので。そんなことないと思うんですよ。さっきの海牛、うん、なんかね、アンコンとかで使われればなんか CD に なったりするんだろうけど、ね、うん、あ、でももう今 CD で作るよりもなんていうんですか、 YouTube で動画作ったりとか、出版すれば多分どっかで録音をされると思う。あ、なるほどなるほど、うん、もうなんか動画先撮っちゃって流行らせて譜面売り始めたら流行るかどうかがあれじゃない。ああじゃない。いや、曲はいい曲でも最近そのいろいろ広報的なことが難しいじゃないですか。その、うん、そうそう、やっぱり女の子4人組みたいなの難しいしかないでそこはもう皆さんにあのアンケートを取って女子4人がいいかどうかっていう、うん、まあ知り合いがいっぱいいるから吹いてくれって言えば、ね、どうでしょうね、うん、でも個人的にはやっぱ女の子4人がいいよね。あ、本当吹いてる本人が言うのもなんだけど、うん、まあでもそのうー何その女子高生とか、まあ、女子じゃなくても高校生中学生が吹きたくなるような動画ってなると、そうだ、ね、必ずしも女性奏者じゃないかもしれないですね。それにやっぱりめちゃモテなんとかみたいな感じで、ね、そう拓郎さんとか拓郎が見て吹きたくなるかどうかちょっと、ね、あとやっぱ男の子吹奏楽減ってるから、あ、そういう意味でも男の人に頑張ってほしい。イケメンがいいんじゃないですか。イケメン、どのぐらい、どの程度のイケメン。結構なイケメンじゃないですか。ね、俳優で言うと、俳優で言うと、うん、あ、いやでも最近の俳優さんの流行り傾向としてはやっぱりあの、あ、名前が全然出てこないんですけれども、中村まさとし今同じこと思ったんだよね。そうそう、でも似てるんですよ。中村智也か、智也とかね、中村智也さんみたいな。全然知らねえ。あ、それあれ、はい、仮面ライダー出てた人、出てたのかな、出てたかな、違うかもしれない、そうそうそう、とかああいうなんかふわっとした人、あんなのクラリネット吹きでいる大体。最近女の子はね、結構クラリネット増えたね、うん、いるけど、いや、イケメンクラリネットいたら相当売れそうな気がしますけどね。あの大阪のさ、鈴木、あ、かっこいいですね、うん、高則さんなんかはめちゃくちゃかっこいい。イケメン、めっちゃかっこいい、うん、マッチョですよね、なんかねそういうことでしょ。そういう層を狙っていきましょう。そしたらでもあれ、あの年配の方のファンの方が多いんだよ、うん、でも今あのなんか20代30代で趣味でクラリネット続けてる女性も多いと思うので、やっぱりそういうちょっと大人の男性でもいいかもしれない。昔で言うと赤坂達三みたいな感じ。ああいいですね今言うのかなクラリネット界の貴公子だったら知ってるけど、はい、品川って伸びてね、イケメンが現れたら何の、あ、動画を撮る話です。あ、うん、そう、それでそう CD とかあったらいいのになという。あ、自分でちまちま作ってもいいんだよね。そうです、ね、そうです、そうです、うん、結局、まあ、あの、まあ音源にしとけば、うん、そうそうそう、 やろうと思いながらなかなか、うんうん、なんかすぐ中学生とか高校生がアクセスできるところに音源があればいいですよね。でまあそのね、CD の宣伝したっけ。そうそう、それにつなげようと思って今この話。うまいね、やっぱ何も考えてないからね。すいませんね。で、あの、気がついた方からどうぞ。あ、本当ですか、ね、あの先ほどあちらのカウンターで皆さんのカセットを手に取ってくださってた方をお二人お見かけしたのでご説明します。相原雅美と申しますが、私のアルバム銀ゲというのを2019年の10月に出しても1年になるんですけれども、そのカセットテープ版というのが今年の4月に発売になったんですよ。でそのカセットテープをね、今ちょっと流行ってるので全国ライブしながら、売りに行こうと思ってたんです。4月5月6月と、まあ無理じゃないですかそう、それでもう
まあ、ネットで買ってくださる方もちょこちょこいて嬉しいんですけれども、まあ、最初から売れると思って作ってないカセットテープが思った以上に今売れてないという状況ですので、もしご興味がございましたら CD もカセットも同じ値段でございます。3000と300円になります。全部で12曲入っていて、全曲自分で、曲を書きました。でバンドを普通のな普通のって言っちゃいけないな、クラリネットサックスイーウィーを私が吹いて、あとはピアノベースドラムという編成でやっております。Apple Music なんとか Spotify でも全部聴けるので、よかったらぜひ聴いてください。ありがとうございます。じゃあ真ん中にいようかな。まあね、またバラバラにした後閉めてもらわなきゃいけない。で、私も一昨年、キッドレコードのところからちょっと依頼がありまして、あのクラシックのアンサンブルのCD を作ってくれということで、予算がないから、アレンジも演奏も録音も、全て自分でやってくださいということで多重録音で、で多重録音でやるんですけど、多重、これマニアックな話だけど、普通クリックって言ってメトロノームを入れるんですよね。でそれ聞きながら合わせるんですけど、ちょっとそれを使わずに極力使わずにやってみようと思ったら、こんなに難しいことをやるんじゃなかったってぐらい難しくて、でもその代わりなんかすごく多重録音なんですけどライブ感の演奏になってます。先ほどやったのクラリネットポルカとか、あのイージーウィナーズはそこに入ってます。でイージーウィナーズは CD ではあのトリオ3人でやってるの演奏にしてるんですけど、今日4人用にメロディーをハーモニーつけたりして、全部で11曲入ってます。でその中にあのバッハの無伴奏チェル組曲というのが入ってるんです。これソロなんですけど、どうやって多重録音にしたのかというと、クラリネットってあの息吸わないと吹けないんですよ。だから無伴奏チェルの曲吹くときもどうしても息を取るタイミングを作らなきゃいけない。それなしで演奏してみたいなということで、息を吹くタイ、吸うタイミングを多重録音で消しましたっていうふうにして、もう息が関係なかったらこんな演奏してみたいなという演奏が入ってますんで、はい。でついでにあのレコード、CD が仕上がるかけた時に、せっかくだからジャケットも自分で撮ってということですごいですね。そう、写真趣味なんですよ。ああそうなんですか。でその時撮った写真はあのヤマハのドイツベームという、はいはい、ドイツ缶もう今売ってないやつなんですけど、それがちょっとかっこいいなと思ったんでそれ撮ってます。はい、素晴らしい。サックスもちょっと、1曲だけサックスも吹いております。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ。はい、船木と申します。よろしくお願いします。あっちに、CD と、チラシがあるんですけれども、ちょっとそれぞれ別になってまして、 CD の方が、10年前に、2010年にリリースした、私のアルバムです。バスピリットっていう、これ造語なんですけれども、あのバスにスピリット、低音の魂という、タイトルがついてるんですけども、アルバムの半分がバスクラリネットです。で、残り半分が、バリトンサックスが2曲ぐらいあって、でなんとコントラバスクラリネットっていう、このバスクラリネットよりさらに1オクターブ、低い楽器で、もっと大きい、あの楽器なんだか家具なんだかよく分かんないようなやつなんですけれども、それのソロの曲がなんと1曲入っています。それと、普通のクラリネットの曲が、1曲入っているという、そういう構成になっています。オリジナルの、私のために職作品で、吹奏楽の世界で有名な清水大輔という作曲家がいるんですけども、彼が書いてくれた曲だったり、あとガーシュウィンの3つのプレリュードの1曲目だったり、バーンスタインのウエストサイドストーリーから、マリア・トゥトゥナイトだったり、うん、あとクラシックでヒンデミットのソナタとかだったり、サンサンスの白鳥だったりとか、サンサンスの白鳥バスクラで吹いてます。結構面白い CD だと字がなんとかになっちゃいますけど思いますので、で値段オープン価格にしてるって、一応リリース当初2500円プラス消費税で売り出していたんですけれども、今も同じ値段ですけれども、このライブを、来ていただいてる方は、はい、なんと、25% オフの2000円
消費税込みで、やると思いますので、あとで私の方までちょっとずるいですねかと思います。割引しますか。で、ごめんなさい、チラシの方なんですけれどもチラシは、来月10月17日土曜日に、新宿の、ドルチェ楽器っていうところのアーティストサロンドルチェっていうサロンがあるんですけども、そこでコンサートをやります。そのコンサートが一応感染症対策に対応した、客席数を減らして、あと同時に、ライブ配信をやって、そのライブは配信やった人のアーカイブで、向こう2週間ぐらいかな、聞けることになってるんですけれども、コンサートがあります。で、そちら詳細チラシにあって、後日私のウェブかなんかでも、SNS とかでも、出そうと思ってますので、ご覧いただければと思いますけれども、それも、バスクライネットのコンサートが、中心で、あと、クライネットも、半分弱ぐらいかな演奏します。チラシに書いてやるんですけれども、バスクライネットのオリジナルの曲を3曲、アメリカの曲とヨーロッパの曲があって、それに、ブラームスのソナタをバスクライネットでやるとか、あとクライネットでちょっとジャズテイストの入った曲をやるとか、結構面白い感じになると思いますので、ぜひお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひぜひ。 CD などは終演後演者に直接言ってもらえれば対応しに行きますので、ということで、ね、サインは、サイン、もし書いてもよければぜひ書きます僕のは自分で作ったのがフュージョンバンドのが1枚あるんだけど、はいはい、持ってきませんでしたサックスしか置いてないんで、ね、次はなんかクラリネットアンサンブルで撮って、うん、でライブしたいですね。 なんかこれでここで、え、まあ何でも、うん、そうそうそうか、うん、そういう時はちゃんと吹くよ、うん、ちゃんと吹いてないみたいなちゃんと吹いてます、ちゃんと吹いてますでは次ですけどアメイジンググレイスという曲があるんですが、この曲を、これはね、もともとピアノ伴奏のクラソロに書いたんですけど、ちょっととある理由で、却下になりまして、後半がジャズっぽすぎるっていうんでなのでもったいないので、カルテットにしてみました。聴いてください。
ありがとうございます。却下されたの分かるようなけど、ここまで盛り上がれねえぞみたいな感じ。どうして前にあんたの譜面通り吹かなくなっちゃうんだよね。ごめんね。いいね、いいな、これのはいいんですよ。相原さんの絵これ聞いてもいい？なんか足でさっきから踏んでんだけど、これ何？はい、ギターの人がよく踏むエフェクターではなくて、あの楽譜をですね、最近皆さん先輩方紙の譜面で見てらっしゃるのにちょっと生意気してですね、私 iPad で譜面を見てるんですよね。でこれをこの足元にあるやつを踏むと、なんとこう譜面がめくれるんですね。すごい、これはすごいと思って、まあ、いろんなトラブルがあるので早くやめればいいのにという視線もあるんですけれども、やっぱりね、時代の進化っていうのはこういう困難を乗り越えてこそ新しい機器がどんどん生み出されていくわけですよ。なのでこういうね、ちょっとした事故なんかもね、回避できるような技術を身につけていきたいと思います。失礼しました。ありがとうございます。これとか見開きになればいい、ね、そうですね、何でしたっけ、折りたたみ式ずっと言ってるやつ、はいはい、グリグリードじゃないの、グあまたあグビグビドだ、グビドだ、グビドグビドですよね、あれ、なんか iPad みたいな譜面の楽譜専用のやつ、高いやつ、ね、そう高いですね、あれね、ちょっと今放送載ってるけど高いですよね、あれ、そのうち安くなるんじゃないですか、ね、あそうかもしれない、ならないかな、うん、いずれ譜面台につくようにはなんないか。いずれ私iPad が折りたためるような iPad が出てきて、うん、でそれが見開きこう A3 ぐらいになるんじゃないかな、2台でそうですね、リンクすればできるの、うんうんうん、で片方は iPad じゃなくてもいいんだって。あ、そうなんだ、から安いの使って、モニターであれば何でも、ただこっちはタッチじゃないからって、そう、あだからもう全部これで制御できるようにもできるしとかね、ありますけど。あはい、僕も持ってんのよ、そのセット。あ、そうなの、それ用のでっかい iPad と、ね、使ってましたよね、前2回ぐらい使ってた。小江戸で使おうと、あれは使ったんだ、小江戸で結局ね、使ってました、頑張って、うん、ただ3ページとなると、3ページで、うん、ダルセーノとかあると、そうもう、うん、次々に行くようにしとかないと。そうなんです、うん、リハとかいいけど本番でね。そう、何かあったら困るっていうのは確かに、うん。まあ、そこに打ち勝っていこうという私の精神でございます。すいませんでした。いや、勉強になりました。あ、はい。次の曲で最後ですね、これは。あ、もう最後ですか。本当だ。特に次の予定は決まっておりませんので、カルテットのライブ、はい、どっかでお会いできればなと。ね、本当にこんな中皆様足を運びいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、これ自分家から配信してもいいっちゃいいんだよね。確かに。ただ音があれだね。いや、本当ここに来て今日リハーサルで、うん、その昨日とかその先週とか金山さんのご自宅でリハーサルさせていただいて、で一応曲を把握したつもりではいたんですけど、ここに来て音出しするとまた全然音が違ってね、うん、それはそう、うん、演奏するの気持ちいいでございます。バーディーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで半割れ。拍手。まあ次やるときはあれですよ、もういっぱいにしてもいいわけだからね。あ、次はいいもん ね、うん、ね、今回はあえてソーシャルディスタンス、そう、ね、超ソーシャルディスタンス、あんまりね、こう来て来てっていうのもちょっと言いづらいところもありますから、うん、まあ、毎回ソーシャルディスタンスなんだよね、僕の場合。いやいやいや、ソーシャルディスタンスってバンド作ろうかって。あ、でも先に作った方が勝ちなんじゃない。あ、うん、いや、もう、もうあるかな、作った頃にはもう誰も言わなくなってます。そうかもしれない。ということで最後の曲はですね、オリジナルでフライングミックスジュースっていう曲なんですけど、もともとは女の子4人組のやっぱ女の子4人組なんだの、フルート、クラ、オーボエ、マリンバっていう4人組の
グループのために書いた曲なんですけど、これ出版してるんですが、まあ売れませんで、編成が特殊っていうのもあるんです。でまあクラリネットカルテットの方だったら出るんじゃねって感じで今回作ってみましたので、これも一応5分以内に収まるアンコンサイズになっております。それはネットでいい情報だねお願いします。ね、全音下げたから吹きやすくなったね。うん、クラリネットはやっぱりベーですよはい、では聞いてください。フライングミックスジュース。Thank you.
はい、ありがとうございました。メダカやカルテットでございました。